今日のゲストは田村英雄さん、産経新聞で論じを張っておられますので、我々リュフレ派の強い見方であります。田村さんはもともと日経新聞に勤めておられました。日経新聞のですね、主流派の論説とは相入れない展開の中においてですね、というのも、もちろん日経新聞だけではなくて、日経新聞を代表する、各主要新聞の、経済部のですね、論説というのは、基本的には、当時の日本銀行あるいは、大蔵省の財務省の主流派と考え方が同じ、マクロの経済運営でありまして、いわゆるリベラル政策的なものに対しましては、いくらでも伝えていなかった、異端のお考え方だということでございまして、自由な論説を展開できるというため、産経新聞に移られている。正しい選択、毎日新聞にから小森さんが産経新聞に移ったようなものでございますが、早くからですね、当時の金融政策等々に対して、警鐘を鳴らしてございましたので、大変注目をしていただくものでございまして、我々の経済政策についてもですね、適切な指導をいただいたし、応援もしていただきました。ただ、安倍政権が2回、消費税を引き上げた時には厳しい、失注を加えられたわけでございますが、今、このコロナ禍にあってですね、我々で、何をなすべきかと、世界をこう見渡しながらですね、それぞれの国々が既に取っている、このマクロ政策も含めて、我々のこの緊急時に何をなすべきか、この状況から立ち上がるために、何をすべきか、マクロ政策の点からですね、我々で勉強しているということでございますが、今日はおそらく、せっこんだお話をいただけるのではないかというように期待をしておりますので、どうぞよろしくお願いします。やっぱり何が必要かって、あれなんですね、はっきり言ってコロナ戦争みたいなのも、世界大戦のコロナみたいになってるっていうのが、正直、そういう印象を受けてるんです。で、足元の経済がいくらこう悪くても、先行きも大丈夫なんだよっていうね、コロナが収束するんだよっていう、この見通しがないと、延々とこのコロナがね、続くんだっていうふうな状況になりますと、これがだから、現実の経済を非常に萎縮させてしまうっていう。で、人口100万人あたりっていうことで、とにかく日本はもう断トツで低いっていうか、断トツっていうかね、一番低いんですね、先進国でね。で、先進国では本当にこう低い方なんですが、しかし問題はやはりこう日本国内はこう内需ですね。で、これがそのなかなか前に進まない、その急速の見通しがつかない、こう延々といくかもしれない。なんていうんですかね、すごいこう確信に満ちた決意みたいなものがですね、強固な決意をやはりこう政権トップのリーダーの方々ですね、だから伝わってこないっていうのは、私はこれ非常にこの金銭ではもう変えがたい重大な問題、とにかく国家のビジョンというものをですね、はっきりとこの語らない限り、この日本のコロナ感染の収束というのは見通しが開けない、財政が、本当に主役になってきたと。で、これはアベノミクスが、始まる前、金融と財政の両輪をですね、大いにフル稼働させていくんだっていう、そのアベノミクス その最初の試みっていうものを、これが、本格的に、世界化したっていう、この基本路線、基本的な考え方ですね。財政と金融、これを大いにフル稼働させないと、デブリから脱出できないと、今や世界的に、その共有されてきた、まさにこれは、新次元 その経済政策、これはですね、このオリジナルグラフの方で、GDP 比でですね、どれくらいこの、コロナ、およびそのコロナ関連で、追加財政出動があるかというのをですね、オルセンジャークでまず見ていただきたいんですけれども、日本の場合は、そうですよね、安倍総理の、昨年の非常事態宣言、中のですね、その現金、一律給付10万円というのがありました。以来、その1時、2時、3時と、補正予算も組まれておりますね。で、IMF の計算では、なんか83.5兆円も組まれております。
これが GDP でいうと日本の場合、まあ、16% 近い。でアメリカがその、やはり日本より若干上だと、まあ、16% 近いなんですね。でとはいえの相当思い切ったことやってるんですけど、この数字を見るとこれすごいんですよね。確かにこれすごいです。まあ、本当にまあこれはもう市場空前、大変な空前ですけどですね、財政出動が、まあ、現下行われているという、まあ、そういうことであります。財政金融拡張は株高をこの招くということで、日本とアメリカについてですね、まあ、金融用語でいう、まあ、その M1、まあ、要するに現預金、まあ、預金といってもこれは、当座性の預金ですから、まあ、普通預金および当座預金、まあ、この合計額、まあ、要するにキャッシュ同然ということですね。このキャッシュ同然のこの M1 が、まあ、前年同期比でどれだけ、まあ、増えたか、でその増えた分の GDP 比というものをですね、まあ、日米それぞれでこういうふうに比較してみたんですが、まあ、とにかくこのアメリカの増え方っていうのは凄まじいと。で、こう見ると皆さん分かるでしょ。なんか日本の株の方がアメリカよりもと上がるスピードは実は速い、高いっていう、そういうことですね。この中でその経済成長がマイナスなのに、実体経済がマイナスなのに、なぜ株だけが上がる、これはバブルじゃないかみたいなことが日経新聞ですら、まあ、そういうふうに、まあ、報じるぐらいになりましてね、私がそんな素人論議ばっかりやってもらっちゃ困ると。でこれがまあこの下にあるバブルなのかっていう、まあ、グラフであります。で私がまあ比較したのはその株価とそれから国債の利回りですね。で、まあ、普通その金利、国債の利回り、つまり金利がですね、国債金利がその下がっているときに株が上がるというのは、これは非常に極めて正常なことです。で国債金利がまあ上がり、上がってて、それで株価が下がるって、これもまた正常です。で、まあ、普通ですね、まあ、このまでのリーマンショックのときもそうです。それから平成バブルのときもそうですけれども、その特にあの金利が上昇しているときに株価も上がるというのは、これはバブルの兆候なんですね。でバブル崩壊というのはどういうことの状態を指すかというと、国債金利がその下がっている、下がっているにもかかわらず株価もまた下がる、これはバブル崩壊の状況を全部共通しております。その国債金利がまあ、落ちていて、でゼロ金利で推移する、その中でまあ株が上がるということは、別にこれはそのバブルであるというふうに大騒ぎする必要はまあないだろうと。ただそのアメリカの場合はですね、そのやはり国債の利回り、長期金利がやはりこう上昇気味だと、にもかかわらずその株が上がる、まあ、この状況がその長期化するということであればですね、まあ、ちょっとこれはその警戒だなというふうに今は見ざるを得ない、というわけであります。まあ、相関係数というのは、まあ、皆さんご存じのとおり、最大値、最高値が1ですね。まあ、これは大体その新興ファイバーの各国と見たというわけですね。因果関係を示すものではありませんけれども、1に近いというのはすごいことです。日本はまあアメリカにまあ比べると、まあ、かなりこうそれが相関度が弱いという、まあ、そういうデータがまあやっぱり出てきますね。で、まあ、しかしそれでも、日本もそのコロナ不況前まではですね、まあ、一応 0.7 ぐらいありますから、まあ、それなりに株価が上がるということは、まあ、その経済を支えるっていう、支えるっていうか経済が良くなるっていうことと、まあ、連動する、確率、可能性は非常に高いという、株価、これが上がって、それから、どうやって、その実体経済の上昇に結びつけていくか、このあたりの連携上ですね、やはり政策や政治サイドの方で、しっかりと、まあ、その組んで、考えてもらった方が、これは現実的な解決法ではないかと。株価の上昇をいかにその、ね、実体経済の上昇に結びつけていくか、これもやはり政策の見せ所であります。まあ、日本最高の、まあ、好機にできるかどうか。で、まあ、ここのグラフで、この下のグラフのこの右側の方ですね、まあ、これは GDP で、日本の GDP ですね、名目 GDP を、まあ、ドルで見たやつ、まあ、要するに世界銀行のデータあたりから取ったものですが、
まあ、やはりこうドル換算とはいえ、やはり日本がこの横ばいでずっとこう来ているっていうのは、まあ、非常にこの愕然たる思いがいたします。ドル建てベースですから、まあ、要するにドル安い、円安になればですね、まあ、円安ドル建てになれば、その日本は不利だっていう、まあ、そういう見方がありますけれども、しかしもう25年もですね、まあ、この横ばいっていうのは、これはまあ日本がまあ安いということなんでしょうね。中国人に言えばこれほど安い国はいないという。GDP がその拡大してないっていうのは、やっぱりこれは国際的に言えば国力の相対的低下というふうに言わざるをえないと。で、これがちょうどですね、日本のやはり対外金融債権の総額の増加額ってやつですね。これは見事にこう一致するんですよね。まあ、こういうのを見るとね、まあ、やはりもっとね、国内に、こういった金が回らないと、やはりその実体経験が良くならない。それだけは日本の余剰資金がですね、要するに国際金融市場を安定させやってるっていう、まあ、そういうことでもありますね。しかし何よりも、だけど国内の内需がですね、これがすくすくとこれね、伸びていかなきゃ、日本で金が余って、その海外金融市場にどんどん流れてですね、一番ね、受益するのはどこだろうと、まあ、いろいろ考えるんですが、ざくっと大雑把に考えると、やっぱりチャイナではないかと。バイデン政権の対中包囲網は、金融制裁抜きでは威力に欠けるっていう、このコロナ太りする中国が、まあ、いかにこれがその日本及び東アジア、あるいは世界の脅威であるか。で、もう、それがしかもその米中対立っていうものをいかにその激化する、その背景になっているかということは、まあ、よく知られている話であります。で、中ではまあこの香港 の、まあ、この新疆ウイグル地区の人権問題、まあ、以前にですね、で今なおということでありますが、まあ、香港問題ですね、まあ、私がちょっと危惧しているのは、バイデン政権というのは、まあ、人権問題で新疆ウイグルのことは確かに責めるけれども、香港問題のあの本質に関してきちっと理解をしているかどうか。これはその習近平政権としては、どうしてもこれ外貨が欲しいです。で、中国が必要とする外貨取引の大半は香港で行われております。で、それで香港ドルっていうのはですね、その香港ドルの発行につきましては、香港ドル1に対してその、まあ、1.5 ぐらいのアメリカのドルの準備が必要です。で、そのくらいその香港ドルというのはドルとアメリカのドルと同然の価値、が、まあ、ある。これがそういう制度にしたのは、まあ、その旧宗主国である、まあ、イギリスなんですけどね。で、だからこそ、その毛沢東周恩来以来 の、その香港政策というのは、要するに十分利用しろと、で長期に活用して十分利用しなさいと、要するに吸い尽くせとこう言ってるわけですね。で、この究極の姿が習近平、その政権による、香港の、あらゆるその自治剥奪、民主主義の、一切否定、といったものにつながっておるきます。トランプ大統領の口からはあまり出てこなかったんですが、まあ、ピーター・ナバロとか周りの人からちょっと出たのがですね、中国にもう外貨を渡さないと、ドルを渡すなと。それからこれが、まあ、アメリカ の、 その議会ですね、こういったところでかなり尊重党派の見解として、まあ、出てるんですよね。まあ、そういうことで、その米中貿易戦争そのものは、そのアメリカの、ドル派遣、基軸通貨ドルを持っちゃうアメリカにとってみれば、まあ、要するに中国にそのどんどんその貿易赤字などなどで、ドルを渡すという、まあ、これをもう撤回すると否定するという、まあ、ことであったはずであります。で、香港 の、 その国際金融市場、香港自体は、それはその残すけれども、政治的にも完全にこれ締め付けるということにしちゃって、まあ、現在に至るということであります。そのまあ最大 の、 その鍵はですね、最終的にはその香港ドルとアメリカドルの交換をアメリカはもう禁じるというところまでこう行くぞというね、直ちにはしないけど、いつでもそれができるような、
そういう法制度をトランプ政権の時に作っちゃったということですね。まあ、そういうことで、そのこれはもう本当に私は本質的なところを、まあ、トランプ政権は見抜いていたなと思います。で、バイデン大統領は中国に対して、その非常にその強硬な態度、特に新疆ウイグル地区人権問題でこう示しているように見えますけれども、これ包囲網だというふうに言っているように見えるわけですけれども、金融については全然ノータッチですね。で、現実に、まあ、習近平政権は、まあ、ある意味薄笑いを浮かべながらと言っていいと思いますが、アメリカの、まあ、ゴールドン・サックスとか、シティグループとか、そうそうたるウォール街の金融資本がですね、香港市場でその大いに儲かってるみたいなそのことでね、どんどんその関係だと、ということで、これはもう野放しですね。要するに中国 の、 その金融の仕組みっていうのはね、まあ、全部ドルに依存しちゃってるってことです。中国は外貨を入れて、人民銀行がそれを買い上げて、外貨その集中制度を取ってですね、これ未だにそうですよ。それで人民元を発行して、それで成長資金を供給して、それでまあ爆発的なその経済の拡大に成功してきたということです。外貨をより獲得する方法を見立てなきゃいけないですね。それは一つはだから香港の回収です。で、香港市場を完全にもう政治の思いのままに使っていくっていう。前より今、あれですね、今デジタル人民元、まあ、これがもう実験が、蘇州市、深圳などで、まあ、一部行われて、まあ、これがまあ年内には実用化して、来年の、その冬季、北京五輪ですね、まあ、この時にはもう完全に、そのスタートすると。デジタル化しようとも、その、お札の人民元であろうとですね、ドル依存には違いないんです。ドルがなければドルがならないって、これは変わらない。まあ、しかし、このデジタル化する意味は、まあ、要するに、この人民元を使う人は、その国内外問わず、ことごとく、その、データとして、即時リアルタイムでですね、監視できるということですね。監視化を徹底するっていうのは、まあ、この習近平体制の、まあ、狙いであろうと、まあ、いうふうに思います。何か提言をですね、ぜひ、まとめてまた皆さんのご意見をいただいた上で、